私のパンツを今すぐ下ろしなさい、下着泥棒の変態。言い訳しないでよ、現行犯で捕まえたん。あ、それは恥ずかしい。誤解、棚に置いたままだったんですね。はい、獣人です。名前はネルコです。この町では獣人、ご覧のように、今ご覧になった薬は、私の店で販売している商品の一つです。その販売しているアイテムを購入するには、先ほどの誤解のお詫びに、お店で薬をお渡ししています。少しでもあなたの旅の助けになれば幸いです。魂の石は確かに非常に珍しいアイテムです。今、そして魂の石の破片を見つけるための手がかりを教えてあげよう。ラゾニック教会に行ってみよう。